今回、金属産業を中心とした中小企業の労働組合が加盟するジャム・ものづくり産業労働組合は国会内で今日自動車の機械部品などで労務費の価格転嫁交渉ができていない現状を訴えました。黒字企業には価格転嫁を認めないといった独自のルールを発注側が押し付けるなど、交渉の妨げになっている事例が指摘されました。